発作とは8月昨日の略で、旧暦の8月1日のことである。新暦では8月25日頃から9月23日頃までを移動する。この頃、和瀬の穂が実るので、農民の間で初穂恩人などに贈る風習が古くからあった。このことから、他の実績区とも言う。この、頼みを、頼みにかけ、武家や、 くげの間でも、日頃お世話になっている人に、その恩を感謝する意味で贈り物をするようになった。室町幕府において、すでに公式の行事として採用されたことが知られている。幕府の関東地方における出先期間であった、鎌倉府でも8月1日に、発作の儀式が行われており、関東の諸大名や寺社から、刀剣や刀物、馬などが、鎌倉久保に献上され、 鎌倉久保からも健常者に対して御礼の品となる刀剣や刀物、馬などが歌詞されていたことが鎌倉年従行時に見える。その影響か、戦国時代には御北上氏や宇都宮氏でも発作に関する記録が残されている。徳川家康が天正18年8月1日に初めて公式に江戸城に入城したとされることから、 江戸幕府はこの日を正月に次ぐ祝日としていた。ただし、家康の家臣である松平家忠の日記によれば、実際の入場は7月18日である。豊臣秀吉が小田原政伐後に進めていた関東諸大名の両国確定作業が8月1日に佐竹義信の両国確定によって、ほぼ完了し、 徳川氏の新しい領国が正式に確定されている。豊臣政権による新しい徳川氏の領国確定の日が江戸幕府の成立以降に家康の公式の入場日と解釈されるようになったと考えられる。明治会歴以降は新歴8月1日や月遅れで9月1日に行われるようになった。八作祭の大作り物。 熊本県上増敷郡山都町の浜町では、野山の自然素材を豊富に使った巨大な作り物が名物の八作祭が毎年旧暦8月1日の平均に近い9月第1土曜日日曜日の2日間にわたって開催されている。この祭りは江戸時代中期から始まったとされ、他の神に感謝し、 収穫の目安を立てる人され、NHK など全国ニュースにも、毎年取り上げられているほど有名な祭りである。街の中心街を高さ3から4メートル、長さ7から8メートルにも及ぶ大作り物が、数十機引き回される光景は実に壮観で、内外より、多くの観光客や、写真家を呼び込んでいる。祭りに合わせて放水する、国の重要文化財。 通順郷の姿は見事で、夜には通順郷の近くで花火も打ち上げられ、日頃は閑散とした山の街が遅くまで大勢の観光客で賑わう。作り物には順位が付けられ、浜町内の各町や団体が長年培ってきた技術、作品のテーマや形にアイデアや知恵を絞り、競い合っている。祭りの本格的な準備は約1ヶ月前から始まり、 町内各地に作り物の出汁を作る小屋や番屋が立つ。福井県美浜町の新城区では、五国宝穣と子孫繁栄を願って行われる。太鼓や笛のお囃子の中、孫子妙を担いだ行列が、田代公会堂を出発し、日吉神社まで進む。この行列に続いて、男性のシンボルをかたどった、ご神体を持った天狗が進み、 見物客の女性をご神体でつつく。このご神体でつつかれた女性は小宝に恵まれるという、いわれがある。京都市東山区の祇園一帯など花町では、新歴8月1日に、芸儀や舞妓が、お茶屋や芸事の師匠宅へ挨拶に回るのが、伝統行事になっている。福岡県音楽郡芦屋町では、八作の節句として、長男。 長女の誕生を祝い、男児は、藁で編む、藁場、女児は、米粉で作る、ダゴビーナを家に飾る行事が行われており、300年以上続く伝統行事として、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財の選択を受けている。香川県丸亀市の一部では、男児の健やかな成長を祈り、その地方で採れた米の粉で、 八作団子場を作る風習がある。丸亀を含む佐抜国を漁したこなしか死んで、馬術の名人として名高い間垣平九郎にちなんでいる。香川県水戸市二尾町の一部や兵庫県辰野市、水戸町室津地区など、歴史的経緯によって、本来は旧暦3月3日に行われるひな祭りを八作に延期する風習を持つ地域も存在する。山梨県鶴市では、 発作祭りが行われている。鶴市の発作祭りは毎年8月1日の発作に行われていたが、現在では9月1日に実施されている。鶴市4日市場の上いで神社の霊祭が発展した祭りで、本祭では、御輿が徒御し、夫祭では、大名行列や屋台が巡行する。江戸後期の天保年間にはすでに実施されており、現存する屋台ごまは、 浮世絵師の葛飾北斎が手がけたとする伝承がある。発作は、8月1日頃に食べられるようになったため、この名がついた。西、角遺症教編、年中行事時点 P6381958 年5月23日初版発行東京堂、出版、二木健一、室町幕府発作、中世武家儀礼の研究、山田国明、鎌倉府の発作、 鎌倉夫と地域社会、年中行事時点 P639、芝博之、徳川家康協会の領主から天下人へ平凡者、中世から近世へ、2017年6月。ISBN 978から4から 582477313P193。その年に起きた出来事や注目された人物など、ユーモアたっぷりに風刺した作り物が多い。 福井新聞天狗が女性を言を暴れ。脚爆笑福井、三浜で、記載、発作祭福井新聞、行天ご飯、こねて跳ねて成長願う、読売新聞長官2018年9月23日読みホット。ありがとうございます。